次の島はまだなのか。あっちのはダメなんだ。なんだよ、二人ともノリが悪いぞ。だってよ。不甲斐ねえ、この程度の熱気で精神修行のいい機会だろ。限界の向こう側まで我慢するぞ。あ？ゾロのやつなんかブツブツ言ってるぞ。日射病か。意識が曖昧で目の焦点もあってね。剣の訓練でずっと日向にいたせいだ。いいな、ゾロ。釣り大会はやめて我慢大会にするか。みんなで向こう側とかを見るぞ。向こう側ってどう考えてもあの世だろ。おい、何サボってんだよ。遊んでる暇があるなら掃除でも頼むぜ。あ、我らがコック様、頼む、愛想を恵んでください。お願いだ。贅沢は言わねえよ。氷でもいいんだ。どっちもダメだ。ちょうど今かき氷の注文があってよ。おい、マリモ、その酒だるをキッチンまで持ってこい。ナミさんたちに大人のシロップを作る。ああ、知るか、眉毛。精神修行の邪魔すんな。はあ？なんでモップに向かって喋ってんだ？熱気で頭が茹で上がっちまったか？うわあ、とりあえずゾロを日陰に運ぶか。わかった。そっちの清潔で風が通る場所に。なんだ、一面日陰になっちまったぞ。急に曇ったな。さっきまで快晴だったのに。みんな、緊急事態よ。巨大な積乱雲が近づいてきてるわ。積乱雲？ええ、このままだとひどい暴風雨になる。急いで退避する必要があるわ。退避だって？大げさだろう。今まで暴風なんて何度も。嘘だろ。あんなでかいのに捕まったら軍艦だってやべえだろ。いかん、ヤッコさんの風速がどんどん上がっておる。サニーの船足を超えておるぞ。入ったわね。まるで私たちを狙ってるような軌道だわ。いくら新世界といえども、あの雲は明らかに異常です。このままでは船が織田仏に。あ、私織田仏一度経験してますけど。よほほほほほ。どうする？荷物を捨ててサニーの軽量化を図る。一か八か通り過ぎるのを待って。その必要はねえ。クードバーストの準備完了だぜ。おお、例の緊急加速装置か。かっ飛ばすぜ、クード。あ、なんか光ってねえか。あの積乱雲の仕業か。ナミさん、ロビンちゃん、いよいよ気味の悪い雲だぜ。改めてクードお、また光ったぞ。なんか花火みてえだな。ルフィ、ちょっと待って、あの雲の形はまさか。なんじゃおりゃー。